参謀第39回目は、前回に引き続き千葉駅を紹介していきます。今回は後編で改札内を隅々まで見ていきます。まずは千葉駅のホーム構造を紹介していきます。JR 千葉駅は、前回も紹介したようにモノレール千葉駅、京成千葉駅と隣接しています。ホームは南側から1番線から10番線まであります。見てわかる通り、北側の7番線以降のホームが湾曲しているのが千葉駅ホームの特徴です。千葉駅の発着路線を見ていくと、1、2番線からは秋葉原方面の総武線各駅停車が、3、4番線からは木更津、館山方面の内房線が、5、6番線からは安房鴨川方面の外房線が発着しています。また、7、8番線からは、銚子方面の総武本線が、9、10番線からは、成田方面の成田線が発着しています。なお、横須賀、総武快速線は、3から10番線のいずれかから発着しています。それでは各ホームを見ていきましょう。まずは1、2番線からです。先ほどのホーム構造紹介でも述べましたが、1、2番線からは、秋葉原、新宿方面に向かう総武線各駅停車が発着しています。総武線各駅停車は、中央総武観光線とも呼ばれ、この千葉駅から、東京都千代田区のお茶の水を経由し、東京都三鷹市の三鷹駅までを各駅停車で結ぶ東京の都心部を東西に貫く路線です。黄色のボディラインが特徴です。この各駅停車は、朝夕ラッシュ時は約2から3分間隔、日中時間帯は約5分間隔で運行されていますが、この千葉駅と津田沼駅間および中野駅と三鷹駅間では、運行間隔が広がるものの高頻度で運行されています。続いて3、4番線を紹介します。3、4番線からは、内房線の木更津、館山方面の列車が発着しています。また、同じく、館山方面に向かう特急、新宿さざ波も、このホームから発着しています。内房線は、千葉市から、東京湾沿いに房総半島を南下し、太平洋沿岸の鴨川市に至る路線です。千葉駅から2駅先の蘇我駅で外房線から分岐し、安房鴨川駅で再び外房線に接続します。ちなみに、千葉駅から終点の安房鴨川駅までの距離は、内房線経由より外房線勝浦経由の方が 29.9km 短いです。内房線の全長は蘇我駅からだと 119.4km となっています。蘇我駅と君津駅間は複線区間となっており、列車の本数も比較的多く東京方面からの快速列車も乗り入れている一方で、君津駅以南は単線区間となり、列車本数は少なくなります。内房線のダイヤは普通列車を中心としたダイヤ編成で、この千葉駅を発着する系統が主体となっています。次は5、6番線です。5、6番線からは、外房線の安房鴨川、東かな方面の列車が発着し、安房鴨川方面に向かう特急、新宿若潮も、このホームから発着します。外房線も、先ほどの内房線と同様房総半島を縦断しますが、内房線とは、反対に、千葉から房総半島を横断し、同半島の太平洋沿いを南下して、鴨川へ至る路線です。こちらは、蘇我駅で内房線が分岐し、安房鴨川駅で再び内房線と接続する路線となっています。千葉駅と上総一ノ宮駅間は全区間複線であり、列車本数も比較的多く、東京方面から、総武快速線や京葉線の快速電車や東金線から各駅停車が乗り入れていますが、上総一ノ宮駅以南は単線区間があり、列車本数が少なくなります。とはいえ、
暴走客船の中では旅客人気度、平均通過人員、旅客運輸収入いずれもトップとなっています。先ほど内房線の解説では千葉駅と蘇我駅との間に内房線と紹介しましたが、正確には内房線の正式な起点は蘇我駅で、千葉駅と蘇我駅間は外房線となっています。しかし内房線の普通列車は千葉駅を発着駅とするため、 JR の旅客案内やウェブサイトでの乗り換え案内では内房線の事実上の起点は千葉との案内表記がほとんどです。なので千葉駅と蘇我駅間は内房線と外房線が共用している状態となっています。それでは7、8番線に向かいましょう。7、8番線からは桜、銚子方面の総武本線が発着します。総武本線は1、2番線で紹介した総武観光線、そして同じ区間を並行して走る総武快速線を含めた東京駅から銚子駅までを結ぶ路線です。電車内や駅構内の旅客案内状は主に千葉駅から銚子駅の区間がこの名称で呼ばれています。この総武本線についてもう少し詳しく解説します。総武本線の千葉駅より東京側は電車特定区間に指定されていて、区間外よりも割安な運賃が適用されています。このうち錦糸町駅と千葉駅間は各駅停車の電車が走行する総武観光線と、快速電車や特急列車が走行する総武快速線が並行する線路別複複線となっているのはこれまでの説明の通りです。そしてこの区間は総武線と呼ばれることが多いです。一方で総武本線と呼ばれる場合は、特急列車が東京駅と銚子駅間、そしてローカル列車が千葉駅と銚子駅間を指すことが多く、JR 東日本ウェブサイトの路線案内においてもそのようになっているのが実情です。また都心から成田国際空港にアクセスする特急成田エクスプレスもこの総武本線を経由しており、7、8番線を通過していきます。では最後に9、10番線です。9、10番線からは成田、鹿島神宮方面の成田線が発着しています。訪問した時はちょうどいい成田線が発着していなかったので、ホームのみの撮影となってしまいました。また千葉駅を経由する横須賀総武快速線もこのホームを含めた3番線から10番線を使用して栗浜駅方面へ発車していきます。この横須賀総武快速線は運転系統名称で、正確には栗浜駅と大船駅間が横須賀線、大船駅と東京駅間が東海道本線、東京駅と千葉駅間が総武本線となっています。また一部の列車は千葉駅から総武本線の鳴門駅、内房線の君津駅、外房線の上総一宮駅、成田線の成田空港駅、鹿島線の鹿島神宮駅まで乗り入れています。今回は千葉駅の改札内ホームについて詳しく見てきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。